言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ナンバーアイが2連続になってしまいましたけれども、なかなか面白い記事が出たもんでね、ビルボードジャパンの方から出ました。まあ時代の流れだったりもろもろある部分も含めて面白いなって思ったのと、まあとにかくね、ゴートなんですよ今回ね。あのヤギのね、神宮寺君の隣にヤギも配置しましたけど、イタリアのナポリでとあるね大学での調査があって、それでナンバーアイのゴートが1位を取ったと。まあイタリアで1位ですね。で最も海外展開してほしいグループにっていう話で、まあ青い文字のところは私の考察ですかね、やはり〇〇〇が強いからだろうかみたいなところで、紫のやつはおよびちょっとこれを見た上で気をつける点もって話で、日本の記事だったりとかインフルエンサーとかの中でこれを何かの煽る材料とかに使ってくるタイプの人が出てくるかもしれないので、そこに利用されてしまう感じの記事かもしれないから、まあ皆さんは大丈夫と思いますけど、対立煽るような感じのでね、やるのはちょっと良くないからっていうのと、あとね、まあ私の動画見る方は大丈夫だと思いますけど、他のグループとかをこう下に見るようなことはしないようにっていうところはあらかじめそういうふうに思いますね。で、ビルボードジャパンの記事の方ですけど、ちょっと引用させつつで読ませてもらいますね。イタリアの大学院生、大学って言いましたが、大学院ですね。大学院生が選ぶ世界に推したい J-POP は、ナンバーアイ、ゴートが最も支持を集めるという結果にということになってます。で、読んでみたんですが、すべての J-POP からっていうことではなく、表題曲として7つ選ばれたものがあって、リリース時期も違うものだったりするので、その中からっていう感じですね。で、まあ見てみたんですが、まあいろんなジャンルから網羅していて7つ選んでますが、ジャンル的にもそれぞれ違う色があってっていうところで、いい感じの題材だったんじゃないかなって思いますね。選ばれたのは7曲で、ナンバーアイのゴート、ミーアイのクリック、ミーアイは女の子のグループで、日プ女子でデビューをしたものですね。で、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ、これ非常に大ヒットをしている楽曲です。ミセスはちょっとコロンブスの関連で今ニュースになってますが、まあそこはちょっと置いといて、ケセラセラですね。で、バウンディ怪獣の鼻歌、これも非常に長いヒットを飛ばしていて、ビルボードを見るとずっといますね。ケセラセラもそうですけど、乃木坂46、お一人様天国、これまあ比較的最近の曲かな。で、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル、これ大ヒットしましたね。で、スノーマンのタペストリーということで、この7曲になりましたと。で、この中で、ナンバーアイのゴートが、7曲の中で 35.3% を集めて1位になり、で、ミーアイのクリックが 17.6% で、で、2位ということになってましたね。ケセラセラも表だと 17.6% で同じなんですけど、多少違いがあるっていうことなのかな。で、これは GFK ジャパンというところが、パルテノペ大学の大学院生向けに実施したワークショップのレポートということでございまして、対象となったのは、1919年にナポリで設立された王立海軍研究所が前身となるパルテノメ大学のマーケティング&インターナショナルマネジメント修士コースを履修する大学院生。あ、読みづらい。普段言い慣れていない。ということですね。ナポリでって書いてあるから、ナポリでいいんですよね。ナポリの画像貼っちゃってるけど。はい。っていう感じです。まあ、イタリアですね。イタリア。で、2024年4月10日に、ワークショップを実施したと。で、何のワークショップかっていうと、J-POP の海外展開を考察するワークショップっていうね、面白いことやってますね。しかもイタリアという国ですから、J-POP はあんまり関係ない場所だったりするので、例えば日本人が K-POP を考えるのとは違うわけですよ。だいぶ違うわけで、感覚で言うと、例えばなんだろうな、日本人がトルコとかサウジアラビアのポップスを研究するみたいなぐらいに全然文化違うところのやつなんじゃないですかね。多分ですけど。ね。そう思いました。トルコのポップス結構いいですけどね。話絶対ずれるな、これ。はい。で、7タイトルの選択曲のうち、最も海外展開したい楽曲がナンバーアイ、ゴートっていうことになったと。で、これで、最も重視される理由は、曲調っていうね、いくつかそのあるんですよね。 GFK ジャパンの方のやつもあるんで、こっちを見てみるか。選曲理由が自由回答って書いてあって、
で基本的に曲調、つまりキャッチーである、メロディーが良い、リズムが良い、トレンディーであるみたいな意味で、あの曲調っていうので 47.1% がそれで答えだと。で好みっていうのが 20.6% で、 MV が良かったというのが 17.6% で、 で歌詞、タイトルだったり、雰囲気、世代感、インターナショナル、ダンス、アニメ要素、グループ構成、 K-POP っていうね、ここね、ここがちょっとね、私としては、ああそうなんだなって思ったんですよ。あのこれあくまでもこれ J-POP の研究というか、その部分でやったわけですけど、選曲理由が K-POP っぽさっていう、 J-POP の中に K-POP っぽさっていう部分の項目で入れた方が 2.9% いると。まあ残念ながら日本差つけられているなっていうのは改めて感じまして、ここはねドキッとしましたね。ちょっとドキッとした項目でしたね。ちょっとそうですね、ってなるK-POP も好きですけど、ってなる。これ結構大事かもしれませんね、今後ね。ナンバーアイ、 BE:FIRST もそうだけど、頑張ろうぜ、頑張りましょうね、ね、っていうことです。サムネにもしようかな、ちょっと、はい、文字としてね。まあそれはあります。でその中で、海外展開するターゲットの国と地域については、どの楽曲に対しても EU、 アメリカの両方もしくは片方が選ばれたっていうことで、イタリアの学生の視点では、その J-POP の海外進出先として EU とアメリカっていうのを考えているっていうことみたいですね。まあなかなか実際のところね、難しいところもあると思うんですけども、まあできればそうしていきたいところではありますよね。でもそのミーアイのクリックを選んだ学生は、ブラジル、アルゼンチンって選んだ人もいて、ミセスグリーンアップのケセラセラはインド、インドネシアっていうところが上がったっていう、ここも興味深いですね。ミーアイの楽曲、まあ、K-POP 要素も結構強い楽曲で、まあ、女の子の楽曲で可愛い楽曲ですけど、ブラジル、アルゼンチン、なんでしょうね、なんかこう少しサンバの要素とかラテン音楽の要素を感じたっていうことなんですかね。私はちょっとわからないけどね、まあ、イタリアの学生の感性と日本のねおじさんの感性は違うでしょうからね、まあ、どっちかどっちだけじゃないですよ、はい、っていうことでね。まああとは、海外展開するにあたり、どうやってメディアを活用するかっていうので、TikTok が1位の 61.8%、Instagram は 41.2% で、そこから Spotify、YouTube、X、ラジオ、Snapchat、Telegram、テレビって続きます。テレビが 2.9% しかないんですよ。テレビ弱くなりましたね。で、TikTok 強いっすね。61.8% ですって。強いっすね。これ JFK ジャパンの方のやつ貼っときますね。こっちの方が今あのビルボードのやつ見て移動してきたんだけど、大元の JFK ジャパンのやつの方はグラフがあの色があって綺麗なんで、こっちの方がいいと思ったんで、これリンク貼っときます。皆さんも後で見てみてください。はい。そんでもって、まあ、あとあれか。今話をした途中になりましたが、YouTube、あんま強くないですね。実際私も YouTube やってるけど、あと X、Twitter はさらに弱い。あのやっぱりあれですね、まあ聞いてはいましたが、 TikTok が強いっていう部分もそうだし、海外では断然 Instagram なんだそうですね。 Twitter とかよりも全然、そう聞いてます。はい、 Instagram 強いらしいっすね。いや世代的に自分も Instagram あんまりやる方じゃないんですけども、まあなかなかね、これも日本と海外の違いっていう部分ですよね。日本は Twitter 強いですけどね。はい、でまあそんな感じです。 YouTube も頑張ってほしいなと思ってます。一応 YouTuber ですからね、一応というか YouTuber ですから。 TikTok も上げてもいいんですけどね、向かないんですよね。でまあちょっと話がずれました。でですね、海外展開をするにあたりターゲットとする国地域は EU とアメリカがだいたい 40% 超えで、両方ともでかくて、イギリス、ブラジル、アルゼンチン、インド、インドネシアがその後に続きます。まああれですね、インドとインドネシアはアジアではあるけど、アジアではなく欧米にっていう感じみたいですね。まあ実際のところうまくいくかどうかっていうと分かりませんがね。まあでもそういうことです。まあそんな感じなんですけど、まあいろいろと語ってきましたけども、まああのちょっと思ったのが、つまりあのナンバーエのゴートとミエのクリックが強かったわけですけど、何々が強かったっていう話で、あのやっぱりラップが強かったから、ヒップホップ要素が強かったかなっていうところなのかなって気がしたんですよね。日本の楽曲という物珍しさを理由として選曲するんじゃなくて、学生が
この聞きなじみのある楽曲を選ぶ傾向があったっていうのが出てるんですね。そうで、インターナショナルっていうキーワードで回答したのがナンバーアイのゴートとミーアイのクリックだけだったんですよ。で、皆さんはもちろんゴートのことはよく知ってらっしゃると思うんだけど、ミーアイのクリックも、まあ、K-POP 要素も強い楽曲ですけど、ラップも強いんですね。まあ、オーディション出身の女の子たちのグループなんで、ラップ担当の子たちもいたし、そのラップの、トレーナーとして、ゲストトレーナーで来たのが、チャンミナっていうね、ラッパーで、スカイハイ、BE:FIRST のプロデューサーのスカイハイとも親しいラッパーがいて、その方が来てくれたっていう部分もあってね。はい。まあ、それもあって、私もミーアイに関しては、ラップする子たちがチャンミナさんのそれを、薫陶受けてるんで、ちょっと気にしてはいるグループです。動画にはあげませんがね。はい。っていうことなんですよ。で、結局のところ、ミセスグリーンアップル、バウンディ、乃木坂さん、ヒゲダンさん、スノーマンが、やっぱり J-POP としてはとても強いんですけど、そのインターナショナルっていう部分ではないんだなっていうことで、で、これってやはりこうね、二つの側面があると思うんですけど、一つの側面は J-POP はやはり世界に向けるための楽曲っていうわけじゃないんだなっていうところの部分、そこはちょっとネガティブな感じになるんだけど、それを、逆に考えてみると、やはり日本はガラパゴス化なんていう風に、こう、ちょっと悪い否定的な意味で言われることもありますが、逆に言うと、独自のそういう路線っていうか、それを作り上げられているっていうところは間違いがないんだなってことですよ。歌舞伎にしても、落語にしても、まあ、漫才とかにしてもね、やっぱり日本独自の文化じゃないですか。他の国とは違うっていうか、やはりアニメなんかもそうかもしれないけど、まあちょっと伝統文化にちょっと特化しましょうか。そう、まあ浮世絵とかね、そうもそうですし、葛飾北斎なんかもゴッホに影響を与えたなんて、そんなのがあったりするわけですけど、やっぱ日本のカルチャーっていうのは日本独自で作り上げられる部分があるなっていうところで、そこの面白さっていうものはあるわけですよね。アニメの要素っていうのがあるのも、その J-POP の元々の展開の仕方が、いわゆる洋楽とか K-POP とは違うので、そこから成り立っている部分でもあって、そこは日本の強みではあると思ってます。だから両方の部分を持ち合わせているっていう部分ではあるので、で、その中でナンバーアイとミーアイはラップの要素、ヒップホップの要素が強くて、音としてもその海外にも見せるっていうね、聞かせるっていう意味で作られていて、で、そこの部分でインターナショナルっていうことでイタリアの学生が答えたということは、ちゃんとそこの、方針というか、そっちも合ってるっていうことですから、だからこれはだから日本の J-POP の文化としても、その海外向けであるにしろ、日本国内向けであるにしろ、すごく意義深い結果だったんじゃないかなって思いますし、で、皆さんにとってはね、ゴートが1位というのは非常に良かったと思いますよ。で、彼らのラップのやっぱりスキルというか、そういった部分も、まあ確かに面白いラップの仕方をすると思います。はい。まあラップに関してはやっぱり岸くんのね、ゲームチェンジャーぶりっていうのが、私はですけど、それがすごいと思ってて、でもそこの中で低音のラップでハードコアに決める平野くんがいて、で神宮寺くんが全体をこうね、ゲームをまとめるゲームマスター的な役割でちゃんと牽引してるからっていう部分があって、三位一体って話以前もしましたけど、そこの3人のバランスがあってこそのものだと思いますから、そこの部分もちゃんと海外にも通じてるんだなっていうところもあるんじゃないでしょうかね。はい。という感じでございます。で、まあね、冒頭でも言いましたけど、まあこれによって、まあ私の動画を見る皆さんは基本的に大丈夫なんですけどね。これによって他のグループとか他のアーティストさんを、この事実によって下に見たりするっていうことはないようにっていうところはね、そこは、できればね、っていう感じでございますね。ね、この研究結果面白いので、別の曲でもやってもらったりしてもらいたいっすね。なんかやっぱ個人的には BE:FIRST がここに入っていたら、どういう感じだったのかなっていうのは気になりますね。気になるし、ちょっと怖いかなって感じもするけどね。うん。まあ怖いというか、まあ怖いけれども、気になりますね。うん、怖くても進めってのはスカイハイが言ってますから。はい。まあちょっと関係ない話しましたけど。という感じでございます。まあ面白い記事だなと思ったんで、ちょっと語らせてもらいました。はい。まあでもね、途中でも語りましたが、一見とてもね、良いことだと思うんですが、J-POP の楽曲のその研究なのに、選曲理由が K-POP っぽさっていうところが 2.9% っていうのは、
正直ゾッとしましたから、ここは本当にさっき読みましたが、まあ、BE:FIRSTもそうだけど、ナンバーイ、まあ、J-POP 頑張ろうぜってことですね。はい、まあ気合も入りましたね、おかげさまで。はい、ありがとうございます誰にも礼言ってんだが。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRSTを中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、 YouTube 登録は全部無料ですし、もし皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も、私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でも、もう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。